はい、皆さん、こんにちは。春でございます。今日はですね、ちょっと外観をいじったんでですね、ちょっと紹介したいと思います。こちらですね、テールランプです。はい、パッと見、わかんないですよね。どこいじったのって感じ。あ、このガードつけたんですかっていう話ですけれども、ガードもそうなんですけれども、これ実はですね、JB33 の、テールランプなんですね。はい。で、元の JB23 用はですね、用意してきました。これですね。こっちか。こんな感じでついてるんですよね。はい。で、私、以前ですね、M ボロさんの LED テールランプをつけていたんですが、それをちょっと取っちゃいまして、こっち純正に戻しておいたんですけれども、ちょっとね人と変わった感じにしたいなと思いましてですね、こちらをですね買いました。で、これですね、ヤフオクで売っていたんですね。もちろんヤフオクですから中古品なんですけれども、このプロテクター、これがですね、ジャオスさんの、もう、今廃盤になってる、リアテールプロテクターってやつですね。で、これ一緒についてて売ってたんですね。はい。で、入札私だけしかいなかったんで、私が落札できました。はい。で、もしかすると JB33 用ってこれが、バックランプだったような気がするんですよね。で、バンパーに、ウィンカーとリアテールがついてて、そんな気がするんですけれども、でも私はですね、JB23 はですね、こうやって、ウィンカーになってますので、この位置が。はい。ですから、オレンジ色の LED バルブを入れて、つけました。ちょっとつけてみますか。はい、つけるとこんな感じなんですね。ちょっとね、わかりづらいかな。結構明るいんですよね。うん。LED なんで、歯切れがいいですよね。これ自己満足の世界なんですけれども。で、LED ウィンカー、私もともとフロントもこれ LED のウィンカーなんですよね。ですから、前と、後ろが LED になったという。そして、ちょっとこう変わった。感じの JB23 では、あんま見ない、ウィンカーになりました。結構気に入ってますね。はい。で、あとはですね、中ですね。中もですね、今までごっちゃごちゃになってたんですが、整理しました。はい。で、工具もですね、必要最小限の工具だけしかもう積まないようにしまして、要は重くなっちゃってたんで、減らしましたね。はい。で、よく一番使うのって、要は林道だろうが、サワロックだろうが、こういうもんだと思うんですよね。レスキュー用品ですね。を一番こう手前に、取りやすいようにつけましたね、ところに持ってきましたね。よいしょ。で、ちなみにこの中なんですが、開いてた。はい。こんな感じでですね、SG フックとか、滑車とか、いろいろ入ってるんですね。これを一番取りやすいところに、今まで工具箱がですね、一番こっち側にあったんですが、あんまり工具箱ってあんまり使わないですよね。だから、ここにしました。すごいスッキリしましたね、もう。はい。一応ですね、ブレーキオイルも積んでありますね。よいしょ。こんな感じです。はい。ということでですね、ちょっとした模様替えプラス、模様替えですね。外見の模様替えと、中の、ちょっと整理したという、動画でございました。お気に入りです。